みなさんこんにちは。今回はレベルアップ間違い探しです。左右の絵で違うところがありますので、どこが違うのかを当ててみてください。制限時間は問題の前にお伝えしますね。それでは早速始めましょう。1問目です。2箇所の間違いを50秒で探してください。海水浴のイラストです。どこが違うでしょうか。終了です。答え合わせです。まず1つ目は、水着の紐がなくなっていました。2つ目は、足が短くなっていましたよ。猫は水が苦手ですが、泳ぐことはできるそうですね。2問目です。2箇所の間違いを50秒で探してください。どんぐりのイラストです。どこが違うでしょうか。終了です。答え合わせです。まず1つ目は、左のどんぐりの頭が変わっていましたね。2つ目は、眉毛が変わっていました。どんぐりの背比べということわざがありますね。それでは3問目です。レベルアップです。3箇所の間違いを60秒で探してください。カフェのイラストです。どこが違うでしょうか。終了です。答え合わせです。まず1つ目は、エプロンの紐が変わっていました。2つ目は、メニュー表のコーヒーのイラストがなくなっていましたよ。そして3つ目は、角砂糖がなくなっていました。間違い探しは空間認識能力と集中力、注意力を鍛える効果があると言われています。4問目です。次も3箇所の間違いを60秒で探してください。ドクターのイラストです。どこが違うでしょうか。
終了です。答え合わせです。まず一つ目は、コップの中のお水がなくなっていました。二つ目は、髪型が変わっていましたね。そして三つ目は、聴診器が反対になっていましたよ。気づきましたか？それでは5問目です。レベルアップして違うところが4箇所になります。制限時間は70秒です。時間内に見つけることができるでしょうか？調理のイラストです。どこが違うでしょうか？終了です。答え合わせです。まず一つ目は、お玉が反対になっていました。二つ目は、シャリが消えていましたね。三つ目は、包丁が短くなっていました。そして四つ目は、お腹の毛の色が変わっていましたよ。最後の問題です。4箇所の間違いを70秒で探してください。大掃除のイラストです。さあ、どこが違うでしょうか？終了です。答え合わせです。まず一つ目は、手袋が片方短くなっていました。二つ目は、切れ目がなくなっていましたね。三つ目は、洋服の袖が変わっていましたよ。最後に四つ目は、ほこりが小さくなっていました。すべて見つけることができましたか？それでは最後におまけ問題を出題します。間違い箇所が2箇所ありますので、20秒の制限時間内に探してください。それではスタートです。終了です。答えが分かった方はコメント欄へ書いてくださいね。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。
この動画で使用した間違い探しは知の種のホームページで無料の脳トレプリントとして配布しています。そちらもチェックしてくださいね。コメントと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。